今回の主役はディオスパーダです。アニメ再現に挑みます。再現する機能はリアステアリング機能と本当のアディオダンツァになります。ステアリングはアニメではリアユニットごと曲がっているので、これを再現します。アディオダンツァは武器を展開しつつ飛び出すようにします。マシンの外部にパーツが出ないようにします。これは私がミニ四駆再現シリーズで最も重要にしていることです。まとめました。1年半ぶりのアニメ再現の挑戦でこの難易度、ワクワクしてきました。早速必要な工程をまとめました。相変わらず途方もないです。それでは制作へレッツゴー。ボディを加工します。アニメの曲がり方ではウィング含めてリアが曲がっています。リアウィングの固定部はボディにつけないので除去します。まずは大まかに切ります。切れ端が斜めになっているのでヤスリで整えます。これも斜めに削ると修正でボディがどんどん短くなるので集中します。ボディの末端処理ができました。手作業の割にはまともにできました。グッドです。シャーシを作ります。1年前にシャーシの試作を重ねていたので、そこから進めます。ルール無用と同時並行で動いていましたね。シャーシを印刷しました。ボディを当てがります。このバンパーの厚さだとギミックを搭載するスペースが足りないです。リアのステアリング機構も取り付けます。この柔らかさでまともに走るのかしら。ふにゃふにゃバットです。上から見るとモーターが外から見えてしまいます。うん、全体的に気分が悪い出来です。ボツ、一から作り直します。駆動部から設計します。小型モーターを試してみます。リアの組み合わせは出ました。走行チェック、いい感じに走ります。ちょうどいい重りを見繕います。重りを乗せて実走行に条件を合わせて走りを見ます。走らないです。トルク不足でした。優勢ギアを取り付けてトルクを上げます。ピニオンギアを取り付けるために自作アダプターを取り付けます。これでいつものピニオンギアが使えます。遅いですがかなりトルクは上がっています。速度は求めないのでギリ猛角。シャーシの試作をします。試作1号です。モーター位置の変更でシャーシをボディに沿う形にしました。シャフトを差し込みます。モーターを搭載します。ボディを乗せて干渉を確認します。タイヤが干渉しますね。リアユニットはこのように曲がります。アニメ再現です。クラウンギアで回転を伝えます。穴を拡張します。支柱に入れるためです。全然拡張できないです。ダメ元でオリャーをします。論外。先に進めながらいい方法を考えます。試作2号です。より大きいモーターを搭載して速度を上げます。モーターを縦置きにしたのでスペースがあることに気づいたためです。ギア同士の噛み合わせをチェックします。ピニオンギアが届いていません。試作3号です。ステアリングのサーボイルとギミック用モーター入れを追加しました。リアユニットの取り付け方法も決まりが出ました。ベアリングを接合部にします。問題になっていたクラウンギアの取り付けは、内側の穴を使わずに外側を穴にはめて固定します。戦闘で考え込んだら思いつきました。サーボとクラウンギアの噛み合わせをチェックします。回転が伝わっています。パーフェクトです。フロントのギアチェック。底面をクラウンギアのためにへこませていましたが、その位置が合っていません。タイヤの干渉チェック。いい感じの位置が出ました。リアイングの固定チェック。固定穴が小さいです。気になる点があります。上から見た時の車軸周りの造形ダサくないか。シャフトが妙していますね。アニメの設定資料集を参考にします。試作4号です。車軸周りの形状をアニメ版に合わせました。クラウンギア用のへこみを延長しました。クラウンギアが取り付くようになりました。ギアも噛み合うようになりました。リアイングを取り付けます。全体が見えてきた。リアタイヤの干渉チェック。イングに干渉します。リアモーターの差し込みチェック。穴が小さいです。アディオダンツァのギミックも作り始めます。シャーシの底に取り付けるようにします。ギミックの中身を作ります。スライダーを引き金で引いて飛び出させます。キーボーをつっかえにしてスライダーを保持します。キーボーが抜けるとスライダーが飛び出します。バネの干渉チェック。バネの直径が太すぎます。改良しました。引きバネは取り付けにくかったのと、手持ちに細いものがなかったので押しバネに変えました。スライダーを引いたらバネが飛び出すので、シャーシで蓋をしながらスライダーを引きます。キーボーを上に引くとスライダーが飛び出しました。基本の動きはこれで OK です。試作ボボです。補強をつけてねじれにくくしました。リアを延長してリアユニットが乗るようにしました。ボディと追加した補強が干渉します。リアタイヤの干渉はなくなりました。ギミック部は大きく変えました。遅い引きバネを買ったので引きバネに戻しました。スライダーのレールを伸ばして直進性を向上させました。試作6号です。ボディの干渉対策板です。しかしまだ干渉しています。干渉箇所を特定しました。シャーシのフェリとボディ内側の膨らみが干渉しています。リアイングとタイヤの中心を合わせました。ギミックを詰めていきます。ここのガイドを根元の軸よりも上にすることで展開するようになります。この動きにこだわって考えました。後で分かりやすいやつで説明します。改良しました。武器がより長く飛び出るようにしています。展開パッツの形を整えました。動きが硬いです。全く展開しないです。改良しました。展開パッツの造形を追加しました。動きの硬さを修正しました。ちょっと展開がマシになりました。展開の角度を広げました。より広がるようになりました。改良しました。センター武器とスライダーを立体にしました。動きがよりスムーズになるようにしました。展開パッツにさらに造形を追加しました。展開角度をさらに広げました。クールな広まりです。この角度は広すぎるとセンターが寂しくなるので、このくらいにしておきます。ギミックのこだわりの動き、最初は広がりが浅くて最後にガバッと広がります。
ストローク量の割に広がりが浅いです。そして最後は短いストロークで一気に広がっていることが分かります。どうやって思いついたかは忘れましたが、ハイパーヌッドです。原案1年以上前ですから忘れますよね。バネでの動作チェック、キビキビグッドです。求める動作ができています。グッドです。シャーシの細かい調整には基板サイズが必要なので、回路製作に進みます。回路図を書きました。センサーの値に応じてモーターとサーボを制御するシンプルな回路です。実装基板図を書きます。まずは電子部品を配置していきます。この時点で配線をイメージしながら配置をしています。サイズを小さくしつつ、ジャンパが少なくなるように意識をします。ちなみに表面実装部品はハンダ付けが難しいのと、事前にブレッドボードで動作確認ができないので、可能な限りスルーホール部品を使います。今回はサイズに余裕があるだろうと思っています。基板を置けるスペースを測ります。すでにオーバーしています。今回もしっかり考える必要があるようです。スペースに入るように配置を修正していきます。マイコンの使用していないピンを抜いて、下のスペースをより有効活用するようにしました。配置が決まりました。配線をしていきます。配置の時点で決まりができているので、ランド同士をつなげていくだと思いましたが、コネクター周りの修正をしています。これは最終的にマイコンからセンサー部へ入る配線を少なくするためです。将来の手間の経年です。再度ランド同士をつなげていきます。ジャンパ用のランドを設置します。今回はプリント基板を発注するので、ジャンパではなく表面配線にするべきでした。せっかくの発注のメリットを潰すな。次に生かします。最後に外形を変えて、忘れていた配線をつなげて、実装基板図ができました。プリント基板は JLCTCD に発注します。そのため発注用データを作ります。必要なレイヤーをチェックします。ここはパーツ設定によって異なるので、参考にする場合は注意。ファイルを書き出します。次にドリルファイルを生成します。書き出しました。書き出したファイルがフォルダに入りました。そのフォルダを ZIP 形式で圧縮します。 ZIP ファイルを JLCTCD の基板発注画面にドロップします。読み込まれたので、基板のプレビューで問題がないかを確認します。発注を設定します。厚みがいらないので基板を薄くします。 OK です。ちなみに翻訳を入れると分かりやすくなります。配送方法を決めます。一番早いのにしました。カートに入れます。最小枚数が5枚なので、そのままチェックアウトします。あとは住所と支払い方法とか入力して発注完了です。 JLCTCB から基板が届きました。外形を台形にしていましたが、そこもしっかりと切り出されています。美しい。ハンダ付けタイムに入ります。抵抗を取り付けます。サイズを小さくするために足はかなり狭めて折っています。ダイオードを取り付けます。ハンダ付けします。高さの低い部品順にそれぞれハンダ付けすると、部品の固定が楽にできます。足を切断します。やりやすくなった。引き続き抵抗をハンダ付けします。足を切断します。低いピンソケットを取り付けます。ハンダ付けします。低いピンヘッダーを取り付けます。ハンダ付けします。ピンソケットを取り付けます。ハンダ付けします。トランジスタを取り付けます。ハンダ付けします。ちょっと細いランド。ジャンパワイヤー2本を持ちながら同じ穴に差し込みます。保持したままハンダ付けします。皮肉宇宙ハンダです。バッチリです。ジャンパワイヤーが出ました。それをそれぞれの穴に差し込みます。ハンダ付けします。コンデンサを取り付けます。ハンダ付けしました。ピンヘッダーを取り付けます。ハンダ付けします。基板へのハンダ付けが終わりました。うむ、グッドです。やはり発注プリント基板はかなりハンダ付けがしやすいです。ランドのメッキ加工のおかげですね。基板ができました。なのでシャーシのサイズ周りを詰めます。基板がシャーシに入るかをチェックします。ハイパーフィットです。ボディとギリギリ干渉していました。駆動用モーターを押し上げて基板を上に出しました。モーターを中心に置く必要がないことに気づきました。そこからもいろいろとフォロ調整をして、モーター押さえの追加と固定ネジ穴の追加、フロントセンサー穴の追加をしました。ギミック部を金属 3D プリントします。もちろん使うのは JLCTCD です。 STL ファイルを読み込みます。 3D プリント方式は SLM メタルを選択します。 HS コードを選択します。トイパーツにします。輸出等景品目標を参照して、どれに該当するかをチェックしましょう。日本語に翻訳して選択にミスがないかを確認しましょう。ちょっと待って、もちろん武器はダメですよ。まあおもちゃだし大丈夫でしょ。ダメです。先端を丸めればいける。しっかりチェックしているので通りません。なんてしっかりしているんだ。いいことではある。ひとまずスライダー部は金属 3D プリントで発注しました。樹脂だと射出時に曲がることがあったためです。おお、かなり綺麗にできています。サポート材が必要な空いている部分も問題なく印刷できていますね。しかもかなり硬さもあります。これならスライダーの曲がりを防げます。金属 3D プリントはグッドです。できることの幅も広がりますね。しかしこれは困ったぞ。武器パーツは武器の見た目だから意味があるのに、武器の見た目では印刷できないです。このまま武器をメッキ調で塗装すれば、この私がそんなことする私を許すと思いますか。ないです。 CNC は昔金属切削を試しましたが精度が悪かったです。昔の私。どうやら過去と今の私を合わせれば解決できるようです。過去の早速長方形を印刷しました。これは型ですか。そうです。金属部品を作る 3D プリントでも CNC でもない方法は鋳造です。初期の庭からはよく鋳造で強度が必要なパーツを作っていましたね。あれ
でも 3D プリント型って理系が容易でないですよね。型を壊したら鋳造物にもダメージいきますし、こんな複雑な形状は無理ですよ。これは 3D プリント型が変形しないから起きた問題です。今の私からすると 3D プリント品は変形するのが当たり前です。特にこの TPU 素材には柔軟性があります。柔らかい樹脂で鋳造物を取り出しやすくする3段ですね。これは金属を流す穴ですよね。両側の余分に開けられた穴は何ですか？金属が全体に流れるように空気を抜く穴です。この前鋳造を学びに行った時に空気穴が必要なことを教わりました。教えを生かします。型の上面と底面を固定しました。メタルパンジャンを切り出して金属を取り出します。柔らかい金属なので細い箇所はニッパーで切れます。金属を溶かします。融点が100度の低融点合金なので簡単に溶けます。型に金属を注ぎます。テープを剥がします。型を開けます。型を柔らかくしたおかげで狙い通りに理系ができています。鋳物を取り出しました。これはいけるな。予想以上に形を出せています。ほど調整をします。鋳物とスライダー部品をはめ込みます。はまりました。いい感じです。両サイドの型も作りました。金属を流し込みます。もう片方もどうでしょうか？デコボコバットです。どちらも形がうまく出ていませんね。原因が分かりました。ミニバーナーが強力すぎて金属が高温になり型も溶かしてしまっています。新しい型を印刷しました。ろうそくを使います。先にバーナーで軽く溶かします。温度計で温度を測りながら溶かします。どんどん温度が上がってきています。すでに100度付近のはずなので温度計の反応が遅すぎます。温度計作戦はボツです。型の廃材を使います。同じ素材なのでこれが溶けなければ型も溶けません。実践的ですね。金属を流し込みます。もう片方もどうでしょうか？リング部とレール部が欠けています。しかし温度を下げたおかげで刀溶けないので形が綺麗に出ています。もう片方はどうでしょうか？これは惜しい。いいところまでは来ています。3連金属注ぎです。うまくいっていますように。まずはセンターの武器。いい感じ。バリを落としました。表面がかなり綺麗になっています。底面もグッドです。サイドのパッツはどうでしょうか？ダメです。もう片方は惜しい。再現性があるのでこれは型のモデルの問題ですね。金属が流れるここの隙間を広くしました。リング部にも空気穴を追加しました。2連金属注ぎ。これは言ったでしょ。すごく綺麗ではあります。明らかにどんどん上達していますね。もう片方はどうでしょうか？流れるような金属注ぎ。どうでしょうか？ごくりドキドキします。いやばからの絞りするなし。ここまではかなり綺麗です。またもやリング部が欠けました。ベール部は太くして欠けなくなったので進歩はしています。リング部困った。思いついた。型に鋳物を入れてマスキングします。リング部だけに金属を流し込みます。もう片方もリング部が生まれました。元の鋳物と溶融するのでしっかりくっついています。鋳物と溶融するようにハンダゴテで溶かしつつ金属を型に押し込みます。型に小手先が当たると型を溶かしてしまうので慎重にやります。バリを除去します。リングの形を整えていきます。リング部に力を入れても取れないのでしっかりと溶融してくっつきました。武器部も余分な箇所やバリを除去します。せっかく鋳造したので鋳物の質感が残るようにします。つまりヤスリがけをしないのでバリ取りで傷にならないよう注意します。先端も整えます。ついに武器パーツができました。ようやく求めていたものになりました。ベール部とリング部もうまく作れました。やる前からこの2V は難関になると予想していましたが予想以上の大変さでした。ですが改善を重ねてなんとかしました。センターは最初から形が出てくれてありがたかったです。これのおかげで鋳造いけるって思えましたもんね。それでは 3D プリント部品と鋳物をはめ合わせます。フィットです。 3D プリント部品はスライダー部にバネが通らなかったのでヤスリで広めています。動作チェックです。蓋を取り付けます。また壁が立ちはだかりました。修正しました。マジで頼むぞ。蓋を取り付けます。ようやく求める動作ができました。長かったですね。この鋳造パーツの製作だけで半月を要しました。でも余韻に浸っているいとまはないですよ。まだ全体の進捗は 60% 程度ですから。あとはもうどんな作業でも天国です。配線をします。配線完了です。配線は難しいのでカメラ内でやりました。プログラムを書きます。センサーによってモーターの回転を制御します。プログラム完成です。プログラムをマイコンに書き込みます。マイコンを基板に搭載します。制御基板完成です。ここからは全体的な仕上げに入ります。2パーツのギミック用モーター押さえが貧弱です。モーターをしっかり押さえられるように修正しました。モーターを押さえつつボディのサイド内側の出っ張りと干渉しない形状を見つけるのが苦労しました。2パーツ完成です。シャーシは基板置き場に壁を追加して、ギミック用モーターのギアボックスを逃がす穴を追加して、フロントサイドパネルの台座を追加しました。シャーシ完成です。このキーボーはギミックの展開成功率が低かったので、いろいろ実験してキーボーが完成しました。上からシャーシが見える部分もアニメだとパネルがついているので
フロントサイドパネル完成です。リアモジュールはモーターマウントのサイズとギアの噛み合わせを修正して配線の通り道を追加しました。リアモジュール完成です。ボディの固定ができていないので、ボディのやや平らになっているところに強力な離液の接着剤を塗ってネオジム磁石を接着します。もう一つの磁石にマウントを取り付けてボディ側の磁石とくっつけます。2パッツに接着剤を塗って、このままボディを装着することでマウントと2パッツを接着します。固定部完成です。ボディにシールを貼ります。ボディ完成です。これで仕上げが終わりました。すべてのパッツが揃ったので組み立てます。シャーシのフロントシャフトの車軸にハトメをインサートします。リアモジュールの車軸にハトメをインサートします。ステアリング軸に接着剤を塗ります。接着剤を塗り広げます。クラウンギアを取り付けます。シャーシ側のステアリング軸に接着剤を塗ります。ベアリングを取り付けます。リアモジュールを取り付けます。フロントモーターを取り付けます。リアモーターを取り付けます。リアモーターカバーを取り付けます。サーボを取り付けます。ギミック用モーターを取り付けます。センサーを取り付けます。センサーを固定します。配線を一部固定します。モーターカバーにスライドスイッチを取り付けます。ネジを差し込みます。固定します。面ファスナーを切り出します。モーターカバーに貼り付けます。耳を切り落とします。モーターカバーを取り付けます。基板を搭載します。センサーケーブルを接続します。モーターケーブルを接続します。サーボケーブルを接続します。LED ケーブルを接続します。マイコンを搭載します。フロントサイドパネルにナットを挿入します。センサーを差し込みます。シャーシに取り付けます。ネジを差し込みます。固定します。アンダーパネルのスライド部にグリスを塗ります。スライダーを取り付けます。センターウェポンを取り付けます。サイドウェポンを取り付けます。スライドを引きます。キーを取り付けてスライドを保持します。シャーシに取り付けます。ネジを差し込みます。固定します。リアシャフトを差し込みます。ギアを取り付けます。ホイールを差し込みます。フロントシャフトを差し込みます。クラウンギアを取り付けます。ホイールを差し込みます。フロントギアにグリスを塗ります。リアギアにグリスを塗ります。面ファスナーを切り出します。バッテリーに貼ります。バッテリーを搭載します。コネクタを接続します。リアイングを取り付けます。ボディを取り付けます。できました。アニメサイデンディオスパーダです。ついに完成しましたね。途方もないと何度も心が折れかけましたが、諦めずに2ヶ月間毎日少しずつでも進め続けました。そして完成させました。嬉しいです。これが現実に呼んだディオスパーダです。幾度となく調整したシャーシはボディと融合しています。リアステアリングはアニメのような曲がり方を再現します。アディオダンツアは金属製で射出展開リミックを有します。これが本当のアディオダンツアです。シャーシ底面は仕上げ直してフラットです。上から見ると普通のディオスパーダです。ロマンと夢を詰め込みました。それでは動作へ、レッツゴー。リアステアリング機能を見ます。サイドのセンサーが物体を検知するとリアステアリングが曲がります。リアユニットもと曲がる。アニメの曲がり方を再現できました。いつもより小型なサーボを使いましたが、キビキビ動いています。グッドです。アディオダンツアはどうでしょうか。前方に物体を検知すると、あれ、武器が飛び出ないんですけど。しっかり再現できています。電気を消しましょう。暗い状態で前方に物体を検知すると、アディオダンツアとブラインドアタックを再現しました。パーフェクトです。ここに照度センサーを仕込むことで明るさを測定しています。そして明るい時は動作を制限します。見えづらいのでブラインドアタックはオフにしました。一瞬発力です。走行。武器なし軽量化とスラローム走行。アニメのような滑らかなスラロームが再現できています。まさに私が見たかった動きです。それではまた、のし。